いや、夏休みも明けてすっかり学校慣れたな。あれ、なんか喋るの久しぶりな気がする。気のせいか。まあそれはそうと、ジェルサタンももちゃんまだ来てないな。あいつら遅刻か。はい、おはようございます。あ、先生来ちゃった。あいつら遅刻じゃん。いくつかお知らせがあるので聞いてください。ちょっとプリントどこだっけな。ん、誰か入ってきた。あ、ジェルあいつ何やってんの。あ、もしかしてあいつ遅刻ってバレずにこっそり出席しようとしてんな。いやでもさすがにバレるよそれ。つかどうやってその体勢で前に進んでんの。ありました。28日だけ学食が使えないので覚えておいてください。お、先生にバレてない。ワンちゃんいけんのか。ん、なんか後ろでなんか動いてね。あ、バレた。終了ジェル。いや、ワンちゃんあったね。惜しかった。で、ん、あいつなんか変色してね。いや、あいつ教室に同化してね。どんなマジックそれ。まあだとしてもバレるだろう。あ、すまん、気のせいだわ。バレなかったー。すごいな、違和感しかねえけど。じゃあ遅刻はももちゃんとサタンだけか。ん？いや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 、無理があるって。なんだよその学校版スネークみたいなプレイ。で次のお知らせが。あれ、案外バレない。あ、そう、木村先生が今日休みなので3時間目は自習。ん？なんか机動いてなかった後ろ。あ、バレたー。それバレるよ。机の下誰かいるのか。どんまいももちゃん。あ、こいつも変色したー。なんでお前ら変色して教室に同化する技術持ってんの。まあ、だとしてもこれはバレるだろう。あー、気のせいか、すまん。あ、バレなかったー。え、先生のメガネ呪われてんの。うわ、こいつらすげー平然と座ってるよ。ももちゃん同化解いてねえし。でもこうなるとサタンも来るんじゃないか。そして最後のお知らせは、なんだったっけな。うわ、あいつマジえ、マジあいつ、さすがにそれ無理だって。まあでも、ももちゃんジェルいけたし、ワンちゃんいけんじゃないか。あ、思い出した。ちょっと黒板に書きます。あ？あ。何やってんだお前。消しゴム落としちゃって。いや、ここまで飛ばんやろ。お前ら見てたよな。サタン本当に消しゴム取りに来たのか？いや、サタン遅刻してました。お前らどの口が言うんじゃ。